コール・ブレーデン・ギレスピーは、アメリカ合衆国オレゴン,ン州ポートランド出身の、プロ野球選手、ウトウミギウチ。2006年の MLB ドラフト3巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。2009年7月19日に、フェリペロペストのトレードで、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2010年4月21日の、セントルイスカージナルス戦で、 メジャーデビューを果たした。2012年はメジャー昇格には至らず参加のトリ AAA 級リーの a シズでのプレーに止まった。9月23日に FA となった。2012年12月21日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結んだ。2013年7月5日にメジャー昇格。3試合に出場したが7月9日にディーフとなった。 2013年7月13日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍。25試合に出場した。9月4日に、ィーフとなり、11月5日に、FA となった。2014年1月2日にシアトルマリナーズと、マイナー契約を結んだ。トリプル A 級タコがレーニアーズで開幕を迎え、4月24日に、マリナーズとメジャー契約を結んだ。 昇格後は34試合に出場したが、7月4日に、リーフとなった。2014年7月5日に、ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。移籍後は7月6日のオークランドアスレチックス戦に出場し、サンダスウムアンダに終わった。7月9日に15日間の故障者リスト入りし、8月3日に40人枠から、外れ、トリプル A 級。 バッファロー・バイソンズへ降格した。オフに FA となった。2014年12月6日に、マイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。2015年6月27日、レギュラーのジャンカルロ・スタントンが左手骨折で、故障者リスト入りしたのに伴い、メジャー昇格。同年は、自己最多となる67試合に出場し、バッティング面で覚醒して打率。 二百九十点二本塁打、十六打点、四盗塁、オプス零点七六一という安定した成績を記録した。ディフェンス面では、外野3ポジションを守り分け、トータルで四失策、守備率、九百五十二 d r s にという成績だった。二千十六年四月三日に、リーフとなり、八日に四十人枠を外れる形で、参加のトリプル A 級ニューオーリンズゼファーズへ、 配属された。4月29日にーゴードンの出場停止に伴い、メジャー契約を結び昇格した。7月29日にリーフとなり、7月31日に40人枠から外れる形でトリプル a 級ニューオーリンズへ配属された。2017年2月16日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。 5月20日にネイト・フレーマンとのトレードでモンクローバース・ティーラーズに移籍するが6月4日に FA となる6月30日に独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド・スキーターズと契約トリプル A 級で2011年に24ールを記録したスピードと2011年と2012年連続で2桁補殺を記録した強権が武器ありがとうございます